まあ今回、プラ版にしましょうか。さっきね、たまたまちょっと出てきて発見したんですけど、なんかね、このプラ版っていうチャンネルは、ガンプラ専用、ガンプラを紹介してるチャンネルなんですけど、すごいです。映像のクオリティが超高いというか、綺麗で、まあ、ガンプラ作ったりとかしてるんですけども、なんかね、僕が見たのが、なんかそのな、6万回磨いたみたいな。6万回磨いた、6万回磨いた、 HG ナイチンゲールが美しすぎるっていう180万回回してるやつですね。1年前ぐらいのやつなんですけど。すごいですね、クオリティが。<laughs> で、チャンネル登録22万人ぐらいいてるんですけど、どうですかね今、ガンプラってどうなんですかねまあ、昔はね、ガンプラっていうのはなんかあったと思うんですよ。僕が小学校かはあれですけども。でも今って、今の若い子というかちっちゃい子でガンプラ作っている子、 人気があるのかっていうと、そもそもガンダムが何ですかっていう、ね、ガンダム、久保さんの世代はガンダムアニメでやってたかもしれないですけど、今ガンダムってリアルタイムでやってなくないですか。うん。だからまあ昔のものなんだけども、22万人ですね <laughs>。僕がチャンネル登録22万人になるのはまあ難しいんですけども。 まあ何が言いたいのかっていうと、いろいろ需要あるし、いろいろなものがまあ、ネタになるし、やってみればいいんじゃないかなと。久保さんの事例じゃないですけど、ウグイスパン食ってね、あのー、いや、なんだ、そこらしく売れるみたいなね <laughs>。うーん、だからまあ、時代が変わっても昔のやつが生きる場合もあるし、時代が変わったからこそ、まあ、新しいコンテンツもうー着目されたりとかね。まあ、久保さんが言ってた、その、 あのブレイキングだなんちゃルってやつですね。それもまあ1分で、ね、終わらすみたいな。まあ時代にマッチングしてますよね。ショート動画が今流行ってるんで、まあもう少ない時間の中で濃いコンテンツを見れるみたいなね。だから非常に頭いい。これをプロデュースしたのはすごく頭いいなと思いますけど、ただ、それと反比例してね、クソ長いね、まあ僕今6周年記念ラジオみたいなややってるんですけど、ラジオでね、30分ぐらいあだこだ喋るっていうね。 マニアックなラジオでやってるんですけど、まあそれを聞いて楽しいと思ってる人もいるだろうし、うん、まあまあいろいろやってみないと分かんないですね。うん、すごいですよ、でもこの、あの、ガンプラ、いまだにやっぱ、すごいなぁと思いましたけどね、今ガンダムなんかね、アニメでやってないだろうし、うん、そう、今の原稿でやってるアニメもよく分かんないですけども、うん、はい、いってらっしゃい。